様とお風呂入れる券でいいです。うん、でもお洋服とかも買ってもらえたら嬉しいです。たまにでいいので。私もお洋服欲しい。多少はご主人の変態趣味でも我慢する。一応ボケておいた方がいいかと思って、鈴持ちとして。
ご主人様。ショコラ、この伝票、ご主人にお願い。うん、わかった。行ってくるね。ご主人様、これ明日のオーダー伝票です。わかりました。いつもの場所に入れときますね。
主人様に？そう言われてみれば、そんな気も。大丈夫です。ショコラはもう鈴持ちの猫にゃんですのよ。とりあえず伝票そこに置いときましたから。では。別に変わらないと思うけど。あ、もうすぐミルフィーユがなくなりそうだね。ちょっとご主人様に言ってくる。
ショコラ捕獲、妖精退去モード。猫パラ、ダメにゃ、全然ドキドキが収まらないにゃ。ご主人様の匂い、思い出すだけで。すごい体の奥、熱くてキュンキュンする。あ、ここ触ると気持ちいい。ショコラはもう立派に鈴持ちにゃのですよ。鈴は理性的な証拠で、炎が我慢できる証拠にゃのです。ショコラ、もしかして、主人様。
ますし、発情期の猫はちゃんと発散してあげないと体調を崩すよ。それにショコラだってご主人のことが好きだからこうなってる。猫と人じゃ赤ちゃんはできないって知ってるけど、でもちゃんと愛し合うことはできるんだよ。猫を人生のパートナーにする人だっているでしょ。ご主人様、ショコラは本当にご主人様のことが好きなんです。好きだから大切な人の役に立ちたくて、褒めてもらいたくて頑張ったんです。体が反応しちゃうきっかけは発情期かもしれないです。でもご主人様のことが好きなのは、ご主人様に触ってもらいたいのは発情期だからじゃないですよ。ショコラは大好きなご主人様だから。ご主人様だね。じゃあ態度で示さないとね、ご主人。
主人様。大好き、大好きです。ショコラが幸せそうで、私も幸せ。はおやん。おやすみなさい、ご主人様。おやすみ、ご主人。猫パラ。ご主人様、デリバリーの準備